が島中を彩り、毎年恒例の花のカーニバルが開催されます。海を眺めるように家島を埋め尽くす百合の花、山の斜面を遊ぶように咲くツツジの花、至る所で可憐な上品さを放つ花の女王である蘭など、明るく皆様をお出迎えいたします。そんな花のカーニバルで一番に春を感じさせるイベントといえば、本島北部で開催される桜祭りです。毎年1月下旬から2月に満開を迎える寒緋桜は、しっかりと色づいた濃いピンク色で可愛らしくも堂々と咲き誇ります。中でも私のおすすめは、世界遺産である今帰仁城跡で開催される今帰仁城桜祭りです。見どころは何といっても夜のグスクライトアップ。 1.5 キロの曲線美を持つ壮大な城壁のライトアップとともに、幻想的な夜桜を堪能していただけます。皆様、沖縄にお越しの際は、私たち沖縄県民うち団地がウェルカムンチとしておもてなしの心でお出迎えいたします。皆様ぜひ日本一早い春を沖縄でお楽しみください。メソリオー。